はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。前回大容量で長寿命で安全で、そしてとにかく安いっていうポータブル電源を探してたら、1536ワット時の容量で54,000円で、かつ3000回繰り返し使えて、しかも燃えなくて安全っていうのを見つけてですね、で本当にそんな容量入ってるのか実験してみたら、想像の斜め上を行く結果でちょっとびっくりしましたっていう感じだったんですけど、今回はこれに格安の大容量のインバーターをつないで、家庭用エアコン何時間動くのかっていうのをやってみたので紹介していきたいと思います。で一緒にですね、これの組み立て方とか、あと 12V を 100V に変換する時の変換効率、あとこの激安インバーターがちゃんとした波形出してるのかってとこですね、ここら辺も検証してみましたので一緒に紹介していきたいと思います。でもしいきなりこの動画にたどり着いたよっていう方いらっしゃいましたら、まあ、前回の動画から見ていただけると内容わかりやすいかと思います。それでは行ってみましょう。で今回買ったインバーターはこれ、なんかめっちゃテープぐるぐる巻きにされてるな。はい、スイパワーって読むのかなっていうところの定格1500W、マックス3000W まで流せるっていう 12V を 100V に変換するインバータですね。でこれ Amazon でも売ってるんですけど、バッテリーと同じでね、これもアリエクスプレスっていうところで直輸入してみました。ちなみに値段は15,000円くらいで12日で届きました。詳細は概要欄にリンク貼っときますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。はい、じゃあ早速ちょっと開けてバラしてみますかね。はい、本体出てきました。こんな感じです。で左上に波みたいなマークついてますけど、これがですね、綺麗な波形が出てきますよっていうことらしいですね。で正面左にコンセント2つに電圧計が2つで、スイッチがおおつくんだこれ。はい、ちょっと中のコンデンサーに電気溜まってるとですね、こう繋いでなくてもたまにちょっとついたりします。で後ろ側なんですけど、冷却のファンの穴が2つとプラスとマイナスのバッテリーをつなぐところがついてます。はい、で付属品なんですけど、これリモートコントロール用のパネルですね。電源のオンオフスイッチと状態がわかる LED の表示がついてます。でこれがバッテリーとインバータをつなぐ配線ですね。でこいつ定格 1500W 流れるので、結構ぶっとい線が2本ついてます。でこれ普通に買おうとすると1,000円〜2,000円平気でするんでですね、これ付属してるっていうのは結構ありがたいですね。はい、で次に出てきたのが取説と、なんかちっちゃいこれヒューズかなみたいな部品ですね。でまあ取説も例によって英語なんですけど、まあそんな難しいこと書いてないんでですね、多分これなくても組み立て可能です。はい、で一緒に入ってたこのヒューズみたいなやつで、多分数字書いてるんでヒューズだと思うんですけど、うん、本体のどこにも刺すとこないですね。でおそらくですけど、これ他のモデルと多分共通になってるので、他のモデルで使うやつなのかな、それが多分一緒くたに入ってたんだと思います。あとはまあせっかくなんでちょっと重さ測ってみますかね。はい、よいしょと、 2783g ですね。まあ、大体 2.8kg なんで、まあ、2リッターのペットボトルよりは重たいなっていう感じですね。ちなみにこの配線2本分もちょっと測ってみますと 225g、 これはそんな重くないですね。うん、ついでにコントローラーの部分測ってみると、これは 117g、 うん、これもそんな重くないですね。次はインバーターの組み付けですね。でこれはもうめちゃくちゃ簡単ですね。この配線用の線がもうそもそもついているので、インバーターとバッテリーのプラス同士マイナス同士をつなげば完成です。でこれインバーターもバッテリー側もネジまで付属してるんで、まあ、ドライバーとなんか六角締めるやつがあればそれだけで組み立てること可能ですね。はい、じゃあ組み立てていきます。
はい、これで組み付け完了しましたね。じゃあちょっと電源入れてみますかね。はい、パチッと、うん、電気がついて、でちょっと遅れてですね、出力の方の電圧が表示されてきて、お、105V、うん、だいたいこれくらいの電圧が出てるよっていうことですね。はい、見てくれを気にしなければこれで完成ですね。はい、次はですね、果たしてこの格安インバーター、ちゃんとしたまともな波形が出てきているのかっていうのをちょっとチェックしてみたいと思います。ちなみに交流 100V の波形って、まあ、3種類ぐらいあって、制限波、これがですねスムーズで綺麗な、あの家庭用コンセントに来てる波形ですね。でもう一つが疑似制限波、まあ、なんとなく波になってるんですけどガタガタしてるやつで、最後に矩形波、これはもう滑らかにする努力全くなしのカクカクの波形ですね。で家用の電気製品なんですけど、まあ、もちろん制限波だと何でも動くんですけど、疑似制限波とか矩形波だと動かない製品結構あるんですね。ただですね、製品説明に制限波って書いておきながら測定してみると矩形波だったりして動かないっていう製品かなりあるんですね。私もこれまでね3機種ぐらい騙されました。だもんで今回は厳密に測定して調査してみたいと思います。で使うのは今映っているこれ、お城スコープですね。でこれ何かと言いますと、まあ、簡単に言うと精密な電気波形を測る装置っていう感じですね。じゃあまずは比較のためにですね、家庭用コンセントを測ってみたいと思います。でコンセントの穴にねプローブ直接刺さらないので、ちょっとこういう釘をですね刺して電気取れるようにしていきます。これで電極掴めるようになったので、こっちとこっちを挟んで使います。あ、ちなみに 100V の測定失敗すると危ないんでですね、自信のない方はやらない方がいいですね。はい、では家庭用コンセントどんな波形になっているのかと言いますと、こんな感じですね。でちょっと狭いんで縮尺を調整して見やすくしますかね。よいしょっと。はい、まあ当たり前ですけど目で見てわかるくらい綺麗なサインカーブになってますね。はい、で下の方を見るとですね、49っていう数字が見えるかと思うんですけど、これが周波数ですね。でここ東日本なんで、まあ、50Hz っていうのが標準なんですけど、まあ 1-2Hz ぐらいね、あの電力会社の気分で変わるので全然問題ないです。はい、じゃあ次はいよいよこの激安インバーターの波形を見てみたいと思います。これもですね、ちゃんと方向を揃えて挿して電源をオンと。さて波形はどうなってるかなと。おお、あ、なんか綺麗なサインカーブになってるっぽいですね。うん、全然ガクガクしてないですね。はい、で拡大した周波数ですけど、うん、 50Hz ジャストというわけで、家のコンセントより正確に周波数刻んでますね。はい、並べて比較してみるとこんな感じ。うん、もうパッと見全然見分けつかないぐらい同じ波形ですね。この波形なら安心してエアコンとかに突っ込むことができそうですね。はい、では早速エアコンにつないで、果たして何時間動かせるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。ちなみに今の室温 31.3 度ですね。でこの温度がどのくらい下げれるのかと、まあ、あとエアコンの消費電力とか変換効率とか一緒くたに見ていきたいと思います。でエアコンの設定はですね、なんとなく分かりやすい25度にして運転してみたいと思います。まあ、簡単に言うと室温を6度下げるのにどのくらい電力使うかって感じですかね。はい、エアコンの電源入れてちょっと経つと、どん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 消費電力が上がっていきます。じゃあですね、このまま早送りで見ていきたいと思います。はい、2時間ぐらい経過したとこなんですけど、急に消費電力がほぼゼロ近くになったりしますね。これおそらく室温が設定温度になったので、まあ、ついたり消えたりして調整しているような感じですかね。
むむむ、ちょっとこのペースだと夜になっても終わりそうにないので、もうですねマックスまで室温下げてフルパワーで運転させてみたいと思います。うん、18度が最低設定温度っぽいんで、これでですねちょっと運転開始してみたいと思います。はい、フルパワーだと結構早く減っていきますね。で今 10.8V 前後で、これインバータにですね安全装置ついてるんで 10V ぐらいになると勝手に消えるんですけども、まあ、そこまで使うとなんかバッテリーの寿命ちょっと減りそうなので、今回早めに終わらせたいと思います。はい、では停止します。ポチッとなっと。はい、では実際何ワット時使ってるのかと言いますと、はい、右下1626W 時使ってますね。で前回の実験を早く止めたとはいえ、やっぱり定格電力より多く使える雰囲気ですね。で次インバータで変換した後の 100V の方の消費電力ですね。こっちは変換するのにちょっとエネルギー使っちゃうので、右のメーターよりはちょっと少なくなってるはずですね。はい、出ました 1.29kW、まあ、1290W 時ということは、簡単に計算するとだいたい 80% ぐらいの変換効率で100V に変換できてるっぽいですね。うん、大手が出しているポータブル電源で、まあ、60% とかいうのもあるので、この価格で 80% 変換効率あるっていうのは私的には結構満足な数値ですね。はい、全部のデータを整理してグラフにするとこんな感じになります。でこの水色のラインがですね室温ですね、まあ、31度がスタートラインで、この緑のラインがですね積算電力量、まあどんだけ使ったか積み上げていった電力ですね。でこのオレンジがその瞬間何ワット使ってるかっていうのの DC12V の方ですね。でこの灰色のが、まあその時何ワット使ってるかっていうのの 100V の方ですね。でここをスポット抜けててゼロになってるんですけど、これですねエアコンがついたり消えたりしてた瞬間に撮ったやつで、たまたまゼロの時読んだので、実際はですね、はい、こんな風にですねなだらかに変わっていくような形になっているはずですね。ちなみにこれ変換効率黄色なんですけど、まあ、ずっと80数パーセント一定でいってる感じですね。で結果なんですけども、はい、でこの左のゾーンがですね、まあ、エアコンのスイッチを入れて温度を下げている最中ですね、31度から25度まで下げている最中の消費電力で、だいたい 450W ぐらいずっと使っている感じで、温度もですねキューッと下がっていってますね。で次のゾーンがですね温度をキープしているゾーンですね。でこれはだいたいですね設定の25度付近になったので、まあ、オンオフを繰り返して温度を維持しているラインですね。でこの時はですね 250W ぐらいってことで、まあ、消費電力もだいぶ少なくなってるので積算電力量もなだらかに上がっていく感じですね。そしてですね最後の、まあ、とにかく全力運転してみましたっていう18度設定のとこですね。ここはですねもう18度に設定した瞬間に消費電力が一気にキューッと上がってですね 700W 以上使うようになって、かつ、まあ、積算電力量も思いっきり上がってる感じですね。まあ、その分室温がですねガン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 下がってってるんですけど、まあ、こういう使い方をすると消費電力一気に消費して、なくなっちゃいますよっていう感じですね。でちなみに今回の運転方法で使った感じだと約4時間半使うことができました。でただこんな最後の方全力運転とかしなければですねもっと持つはずということでですね、はい、でもしこの温度が一定になったところで全力運転に切り替えなくてですねそのまま一定運転でした場合何時間使えたのかっていうのを、算出してみたんですけども、このままのペースでずーっと行ってですね 1600W ぐらいまで来るのに何時間かかるかと言いますと480分いや約8時間ですね。というわけで1回温度下げてですねあとキープ運転をずーっと続けるんであれば8時間使えますよっていうことが分かりましたね。で8時間であれば、まあ、真夏の熱帯夜とかでも熱中症対策に十分なるような時間になるんじゃないでしょうか。
はい、でエアコン以外の測定なんですけど、ちょっと持ち運び不便だったんでですね、インバータ横に移動して結束バンドで縛りました。こうするとバッテリーの取っ手がそのまま使えてですね、持ち運びが便利ですね。ちなみにこうやって立てるとインバータの表示が正しい方向になるので見やすいですね。で今回測定しようとしているのはこれ、家庭用の大型冷蔵庫と瞬間湯沸かしポット、あと電磁調理器、あと家庭用のでっかい電子レンジですね。それからポータブルエアコンの感激くんで、暖房機器のカーボンヒーター、そして40インチのテレビで、それから1200ワットのヘアドライヤーですね。ここら辺まとめてですね、どれが動くのかちょっとチェックしていきたいと思うんですけど、ちょっと時間が怪しいな。はい、次回はこの続きでですね、ひたすらいろんな家電動かしてみて、どれが動くのかチェックしていくのと、あと他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがですね、動画を作る上で唯一の心支えになりますので、もしよかったらぜひよろしくお願いします。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。